今日は、和食亭こだまさんの方にお邪魔しております。それではですね、こちらの店内に今から行きますが、ここにたくさん料理が並んでいまして、どれも美味しそうです、ね、このメニューがどれがね上がさせていただけるのかなと思ってですね、今日は楽しみにしています。それではレッツゴー。手動いいですか？お顔を。あ、うちさんにだか。そうです。顔はいいね。はい、皆さんこんばんは。今日は祇園町にあります和食亭こだまさんの方にお邪魔しています。本日はオーナーさんでありますこだまさんにお話をいろいろ聞きたいと思います。よろしくお願いします。はい、じゃじゃじゃーんとですね、出てきましたよ。美味しそうなね料理が下にあります。わあ、この定食というんですかね、この午前はなんという晩酌セットです。皆さん。晩酌セットですね。何かこう晩酌を取りたくなるようなね、もう晩酌のお供にもぴったりの、ね、品の数ですが、たくさん出ていますね。それで晩酌セットということですね。でこちらははいお刺身。お刺身ね。はい。お刺身は延岡のお魚。もう本当に気が良さそうなねお刺身ですよ。お肉は宮崎牛ね。宮崎牛です、皆さんね。普通にお野菜がね、しいたけとかね、なんとかね、いろいろなってますね。で、あと牡蠣も旬ね。旬のただいま旬の牡蠣のだけです。美味しそうですね。でこちらのお汁が牛すじの煮込みです。ね。美味しそうですね。もう本当に早速ちょっと食べてみたくなってしまいました。それではですね、このお肉をまずここを焼いて、ね、食べるというやつですね。こちらの茶碗蒸しもついているということで、こちらのセットで飲み放題かなんかがついているんですかね。おビールと焼酎ということですか。1時間です。それで2400円です。皆さんね、そうですね。こちらのポスターにも書いてありますからね。2400円60分にカロリーですね。素晴らしいですね。焼酎とかねビール飲みながら飲めるしね、お料理も立てることができます。早速それではいただいてみます。こちらちょっと豆板の方に火をつけて、これも自分でこれにつけた方がいいですよね。なんか風情があって、それでお箸をいただきますね。はい、どうぞ。ありがとうございます。それでは焼いているうちに、こちらのお刺身からまず食べてみたいと思います。少しお酒を入れて、本当にいいですね。晩酌セットということでビールと合いそうなブリね。ブリ。寒ブリ。寒ブリですね、皆さん。もうお冬の時かね、これなんですね。もう本当に身がね、締まっていて美味しそうです。いただきます。いただきます。甘い。美味しいですね。本当にこれ甘くて美味しいですね。身がですね、プリップリですね。こちらカツオ、初がつおです。もう私も初がつおです。ね、新春から縁起がいいなということで初がつおをいただいてということはですね、嬉しいですね。でも本当に甘くて美味しいです。これ本当ちょっとビールを飲みながら飲みますね。ビールが欲しくなりました。そう、お肉をね、こう今焼いてもいいですね。うわ、もうほら、なんか霜降りで赤くてですね、本当に美味しそうですね。今ぐらいちょっと焼いてましたね。今紫ピーマンですね。音を聞いてくださいね。このお肉本当にね、霜降りで綺麗ですね。すぐ焼けちゃうんですね。すごい。これはもうお好きに焼く具合はいいですかね。そのまま。ということで私は半分ぐらい赤いのが好きなので。これがタレですね。まあ、こちらを。美味しいです。美味しいですね。本当にこれタレもフルーティーですね。これは秘伝のタレ。美味しいですね。お肉はもういくらでも入るぐらい甘くて、もう本当に脂がですね乗っていまして、コクがありますね。そうですね。あ、こちらいただきますね。牛すじの煮込みですね。ごぼうが入ってます。ね、牛ですね。牛すじがゴロンゴロン入ってるからすごくね嬉しいですね。皆さん、お肉がたくさんですよ。あ、美味しそう。柔らかくてトロントロンですね。美味しい。アキレスの方とね、アキレスとね、これアキレスが美味しいですね。アキレスの状態でも柔らかいのですぐお口の中で続きます。柔らかくてですね。ごぼうの香りがプーンとしてですね、口の中でありますね。ごぼうとこの牛すじは、こんにゃくもおいしいですね。もう寒い時にはですねぴったりですね。そのままお汁を飲んでもいいですかね。器がすごくねほっこりしますね。美味しいですね。本当にコクがありますね。次は本当にもう牛すじの出汁が出てますね。弱火でずっとことね短時間煮込まれてるからですね。本当にお肉があって美味しいです。では今度は牡蠣ですね。はい、牡蠣の貝ですね。いやなんか本当にサクサク揚がっているので、タルタルソースで焼いた貝ですね。本当にもう見るからにもうサクサクで揚がっている感じですね。サクサクです。うん。このパン粉がサクサクしてるのはもうね。この揚げ方が上手なんですよね。揚げ方はもうね。パン粉がもうパン粉がなんかちょっと違う感じがします。粗挽きを使って揚げるということですね。もうなんか香ばしくてですね、サクサクしてるので、スイーツ漬けのサクサクを求めてて、また食べてみたいです。うん。うん。美味しいのでずっと口に入れておきたい。この間に牛がちょっとこの間に牛がちょっと焼けておりました。うん、いいね。ありがとうございます。何事ですか。のびおかんっていう情報サイトなんですけど、YouTube でちょっと料理番組のニュースなんですけど、もしよかったらちょっとさせていただいてもよろしいですか。大丈夫です。きっかけはリダルウェイですか。うん。こっちから行こうか。こっちがこう行くような形でしようか。もう食ってる意味なのかな。はい。で質問をレポーターがするので。ますね、こちらに晩酌セット60分から2400円ですね、コスタリアで、先ほどのお客様ね、本当に毎回こちらの晩酌セット大好きでね、ファンで使いやられていました、ね、ぜひ皆さんもこのお店の大ファンになってください。はい、本日はですね、このような、晩酌セットですね、ごちそうになりました。本当に美味しかったです。ありがとうございます。今日のこの晩酌セットにご飯とお味噌汁がつくそうですよ。皆さんなんかすごく贅沢ですね。おビールに焼酎、そしてお味噌汁にご飯もついて、このザーンとおかずがたくさんで、ね、このお値段で大丈夫ですかね、2400円で。とってもですね、今日は堪能させていただきました。はい、今日は祇園町にあります、無職亭児玉さんの方にお邪魔いたしました。オーナーさんであります児玉さん、ありがとうございました。どうもありがとうございました。いい感じ。はい、こちらじゃーん、チキン南蛮ですよ。はい、こちらチキン南蛮定食です。美味しそうですね。ほら、ジューシーですね。ちょっとこれいただいてみます。なんか本当にこう今出来たて熱々ですね。美味しそうですね。このタルタルね、美味しそうです。こちらはオーナーさんの児玉さんの近くの山で採りました、ね、かぼすをですね、ジューッとこう中に、ね、入れて作られているタルタルソースをちょっといただいてみます。肉が柔らかくてですね、ほんともうチキン南蛮美味しいです。甘酢のね、もう味がこの口の中にふわっと広がって、タルタルもかぼすの香りもですね、一緒になってですね、とってもさっぱりいただきますね。美味しいです。もう2、3個ペロリすぐいっちゃいますよ。もう一口したいと思いますこれ本当にかぼすが入ってて、普通のタルタルよりもですね、酸味があって、かぼすの風味でですね、食欲が増進しますうん、これ本当にご飯と合いますね。こちらのチキン南蛮定食ですね。こちらに金額が書いてあります。じゃん。やってますね。ちょっと止めて、はい、こちらのチキン南蛮定食ですね。美味しくいただきました。はい、こちらは1200円になります。ね、たくさん入っていて1200円ね、とってもリーズナブルなお値段です。とても美味しくいただきました。ごちそうさまでした。